皆さんこんにちは、ライトです。ということでですね、今日は人生で一番高いスニーカーを買ったんで、それを開封したいと思います。その前に一つだけお話しさせてください。前回上げた動画でね、28歳の雑誌っていうやつ上げたんですよね。それ上げるかどうかすごい迷ったんだけど、上げて、そしてね、みんながね、たくさんね、熱いコメントを書いてくれたんですよね。私も後半ですごく悩みましたとか、僕も今悩んでますとか、そういうね、本当に真剣に熱い思いを書いてくれたコメントとかを見てね、あ、ものすごくありがたいなと。で、こういう人たちに俺は支えられてるんだなっていうのはね、実感しました、ね。そして、やっぱりね、見るのもね、辛い意見があるんですよ、コメントで。もう見ててね、それは言わんとしてみたいな、それは確信だわみたいな、もう目を背けたくなるようなね、コメントもあるんですよ。でもそれこそがやっぱ自分が認められてないところ、自分のね、プライドが高かった部分、そこをね、教えてくれてる気がするんで、やっぱそういうのもね、しっかり一つ一つ目を通してます。全てのコメントに感謝です。見てくれた方、そしてコメントくれた方、ありがとうございます。これが前置きです。そして開封の前にもう一つだけ、言わせてください。僕は2018年からおしゃれ化計画っていうのをやってたんですね。で、1年をかけていろんなね、洋服とかを買っておしゃれになろうとしてたんですよ。ただこれもね、僕は最近自分を振り返ってるんですけど、やっぱね、迷走してたんだよ。ファッションで認められれば何か自分が満たされるのかもしれないって、次から次へと手を変え品を変えね、あらゆることを手探りで探ってたの。ただやっぱ根源的なものを探れば、俺ってね、小中高とそんなにやっぱファッションに興味がなかったわけですよ。で、言うならば YouTube 最近まで全くファッション気にしなかった。で、やっぱりおしゃれって思われたい、おしゃれをしたい、服を楽しみたいっていうよりも、やっぱり楽したい、下手すると毎日同じ服でもいいから、気に入った自分の服だけを着たいみたいな、そういうタイプだったんですね。そこにね、ようやく気づいたわけですよ。だからファッションやってる時は人に認められたいっていうのが 100% だった。おしゃれでかっこいいと思われたい、俺はセンスがあるんだぞと思われたい、それが 100% じゃない。でもさ、やっぱファッション系のさ、動画やってる人ってさ、服本当に好きじゃん。服がめちゃめちゃ好きで、もちろんそのおしゃれと思われたいって思いもあるんだけど、やっぱそこのバランスがさ、しっかりするじゃん。俺の場合はやっぱね、バラバラだった、そこが。だからね、良くなかった。で、やっぱりやってて気づいたの。あ、俺はね、本当にセンスがないんだなってのはね、やっぱ受け止めた、ちゃんと。いや、今まではね、認められなかったの、ね、よ。俺はなんか、まあ、いい服着ればいい、かっこよくなるでしょ、どんな服でも大丈夫でしょ、みたいな。ちょっとおごりだったんですよ、なんか。そのセンスもないんで。振り返って、やっぱり俺ってそう、全然センスないんだなっていうので、ね、受け止めました。なんでこれからはそういうふうにかっこよく思われようとかっていう人の目線じゃなくて、本当に自分が着たいと思ったもの、自分が好きなものだからね。俺はアディダスのジャージが好きなわけなんですよ。普通の T シャツ1枚とね、黒のね、ユニクロのジーンズを履いてれば満足な男なわけですよ。だからね、そういうね、自分が本当にいいと思ったものを買ったらね、発信したいと思いますし、伝えたいと思います。それが、今後ねファッションを決める時の、指針です。そして今回の、買いましたこの高級スニーカーも、その、ベクトルで買いました。前置きがなくなりました。それではご紹介したいと思います。今回買ったのはこちらです。じゃじゃん、ニューバランスの1700ですね。M1700 のグレー 28cm。 そしてお値段びっくりです。こちらのお値段36,720円。36,720円、36,720円。こんな高いスニーカー私は買ったことありません。ニューバランスは僕結構やっぱ履き心地がいいんで買ったけど、いつも買うのはなんか900番台とか1万円から1万5000円くらいだ、約倍以上のお値段がするわけですよね。ただなぜこんな高いのを買ったかっていうと、いや、僕はやっぱり面倒くさがりなんで靴を何足も履きたくないんですよ。もう決まったものだけを履きたいんですよ。毎日選ぶのが面倒くさいんですよ。なんで一番使いにくくて履きやすい、高くてもいいからそれを1足買って、それを毎日履きたいなと思ったんですね。それでネットで調べたときに、やっぱり M1700 番台
まあ、もっと上もあるんですけど、これがいいかなということで買いました。これより上のやつはね、ちょっとデザイン的に俺あんまりそれが好きじゃなかったんで、あの線のね、ファンの方にしました。まあ、これも結構ダサいけどね、デザイン俺あんまりデザインは好きじゃないんだけど、まあ、許容範囲があるみたいな。じゃあ早速履いてみたいと思います。果たして履き心地はどれくらい違うのか。でやっぱニューバランスはね、履き心地いいよ、俺はそう思うんだよ、やっぱり。あと今日あの映画見た、あの頃君を追いかけてたっていう台湾の映画、今度、乃木坂の斉藤飛鳥さんが主演で映画化されるやつなんですけど、まあ、青春映画見たんですけどね。いやちょっと青春ゾンビの俺にとってはね、強烈だったね。最後のシーンはやっぱね、ものすごく切ないっすね。結構ね、コメディ要素も強いんだけど、まあ日本で、またね映画が公開されたら見に行くと思います。うわぁ、思い出したら切なかったわ。切な、最後の場面切なかったな。よし、開けました。いかがでしょうか。線のね。ああ、もう履いた感じね、かなり厚底っていうのがね、感じますね。ここにね、いろんなね、技術が組み込まれてるんだと思うんですけど、詳しくは分かりません。皆さんネットで調べてください。ただね、ここが分厚くて、履いてる感じ、もうね、2、3センチ浮いてる感じ。厚底ですね。あ、で、かなりね、なんだろう、ごつい感じがあるからスキニーと合いやすいかもしれない。違和感ないっすよね。ごついからなんかボリュームが足元に出て、あ、まあまあ思ってたよりか履きやすいかな。どんな服にも合うかなって感じですね。ちょっと歩いてみた感じ、あーやっぱね履きやすいわ。このね、一歩踏み出した後にね、前にスンっていく感じ、反ってるんだよね、ちょっとその先っぽの方が、つま先の方が反ってるんで、前に歩き出した瞬間にもう次の一歩がスッと出る感じですね。あーで、足全体が包まれてる感じ、しっかりとホールド感がある、いいですね。で、厚底だわ、身長漏れるわこれ。俺実際177センチなんだけどさ、いつも180センチって持ってるからさ、これで3センチぴったりで180センチになるわ、ちょうどいい。ということで、こちらのお値段36,720円の超高級スニーカー M1700 でございました。まあこれをね、明日からバンバン履いてって、また、使用感などね、今月買ったものとかのやつで紹介したいと思います。これは多分いいものだと思う、かなり足にもねちょっと履いた感じ馴染んでるのが分かります。ということで、これからもね、ファッション系の動画やると思うんですけど、他人からの目線じゃなくてね、自分が本当に着たいもの、ダサくてもね、センスがないって言われても、自分が着たいもの、やっぱりジャージとか、ね、そういうのが好きなんですよね。そういうのをね、紹介していけたらと思います。28歳、いろいろもがきたいと思います。皆さん、長い動画でした。ありがとうございます。ぜひ楽しんでくれたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方、お願いします。それではまたね、バイバイ。